国内でそして世界で屈指の人気を誇るスポーツ、サッカー。滋賀国スポでは16歳以下の少年男子と女子、そして成年男子の種別で実施されます。大津市北部にある琵琶湖成蹊スポーツ大学。琵琶湖と平山系、豊かな自然に囲まれた環境でサッカー部は練習を積んでいます。創部は2003年。選手は1年生から4年生までおよそ300人が所属する大所帯です。そんなサッカー部は2019年には関西学生選手権で優勝を達成。去年も全日本大学選手権でベスト8入りを果たすなど結果を残しながら、内定を含め21人の J リーガーも輩出。滋賀県が全国に誇る強豪チームです。まあ、監督をはじめすごいフレンドリーな感じで、もう初めて練習参加入った時からすごいやりやすい雰囲気としてやりやすかったっていうのと、それと同時にまあレベルの高さっていうのを感じましたね。自然も豊かですし、まあ、サッカーに集中できるっていう環境でもありますし、僕は、はい、すごい好きですね。琵琶湖成蹊スポーツ大学のサッカー部は2019年から滋賀県の青年男子チームとして本国体出場を目指し取り組んでいます。1981年、琵琶湖国体で滋賀県は少年男子チームが3位入賞を果たしました。しかし、青年男子チームの国体最高成績は5位。大津出身の望月悟監督は国体に強い思いを持っています。2年生の時に地元の国体を経験してるんですよ。その時参加して、今度は指導者としてなんか地元を参加できる、なんか一緒にやってた人がいろんなところでね、活躍してくれというのは本当に、あ、やっててよかったなとかね、そういうのはすごく感じますね。ディフェンスの要、3年生山田裕貴選手。甲賀市出身で高校こそ県外に進学しましたが、大学で再び滋賀に戻ってきました。2025年の地元国スポを楽しみにしている一人です。すごく滋賀県出身として嬉しいことだと思うし、ずっと出てるんでやっぱりプレーで引っ張っていくみたいな感じのことをやっていきたいです。全員が高い意識持って言い合ったりとかやってるんで、そういった部分は大人とかそのプロになったら一番大事な部分なのかなと思っていて、それがすごく多いチームなのでいいなと思います。選手たちが自分らで主体性を持ってやってる、自分らでなんかこう自分らのチームなんだって、なんかこう、まあ、関西に通わず大学の中で一番かどうかわからないですけどね、なんか自信の持てるところですけど。監督が大切にしている主体性、このスタイルに憧れた選手たちが県内外から集いチームを作り上げています。それだけに滋賀を背負って戦う国体は特別な大会だとキャプテンの佐々木選手は言います。まあ、大学の代表でもありますし、それでいてまあ県の代表でもあるので、まあ、責任も大きいですし、まあ、その中で県を背負ってプレーできるというのは本当にいい経験にはなります。まずはミニ国突破して、まあ、全国大会で上位狙っていけるようにやっていきたいなと思います。サッカーが生み出す一体感は国スポに欠かせません。2025年、琵琶湖成蹊スポーツ大学が平山の麓から全国の頂に駆け上がり、滋賀を熱狂で包み込みます。